りゆりばあちゃんです。黒にんにくまんまですとか貸し出ししてあって、私実はもう一つ見ててこれも持ってたんだけど、こっちでやりますね。だからちょっと今日はね、検証してみようと思うの。同じにんにくで同じ時期に同じようにやって、どんな風に違うか。ズーム行くぞ。クッキングシートはやっといた方が熱が直接来ないし、多分いいと思います。この隙間にこっち側向けてピョンと入れるようにした方が、あるよね、そんなことはね。今隙間にね、うまいこと入れないと入らないよ、全部。この前大変だったんだけどな、入るね。2キロね、一緒炊きの方も入れますね。今度のはしっかり入る、余裕で入るわ。わかった、前のはあの下に敷物やったせいかな。こっちもそうだ、敷物敷いたからね、あのせいかもしれない。いつも私は2週間やってるんです。1週間目に天地返しをして、2週間置いて、それから2、3日この中に置いといてあげるんですけど、ごぼうのやつのとこでやったらもう1週間ぐらいから焦げたみたいになってきたんですよ。釜によって違うんだなって思ったんです。これでやってみようと思います。これもね、2つやって検証しますね。ニンニクの状態でも違うんですよ。一概に2週間とかは言えないと思うんです。1週間目ぐらいから食べてみたりしてできてると思えばやめた方がいいと思います。いつもこういうの下に敷いてるんだけど、でこれをなんで敷くかっていうと、あの水が出てくるんですよ。だけどこの前も出なかったし、出ない時は出ないんですよ。で今のニンニクってかなり立ってるじゃないですか。乾燥し尽くしてるんじゃないかと思うんです。いいや、今日はねやらなくても、あれはやらなくてもいいかもしれない。その方がちゃんと入るしね。込みましたよ。こっち1キロね、ごぼう炊きの方、こっちは一生炊きの方ね、2キロ入れました。この2つでどういう風になるかやってみたいと思います。で臭いからね、で3キロもやったら余計臭いから、ちょっと今寒いけど外でやります。こんな感じで始めます。毎日開けてもあんまり、あ、まだまだこんなだ。ちょっとね、臭い、あつあつあつ、臭くなってきたよ。これこんな、まあどっちも、まだまだだね。黒ニンニク3日目です。うわ、臭くなってきたよ。ちびっと茶色くなってきたかな。あ、もう焦げてきたよ、ちょっと焦げてる。ちっちゃいやつって多分日が5日目ね、相変わらず臭いよ。もう料理は臭くないと、こんななってきたね。まだね、天地返ししないよ。ほら、こんなのもう随分できてきてる感じがしてきたね。真ん中の方が先だね。随分青くなってきたね。5日目だよ。だいぶ黒くなってきたね。匂いも匂うよ。もうちょっとしたら天地返ししようね。あ、ちょっとこの辺お水出てるな。あー、随分黒くなってるね。5号炊きの方は5日目ですけど、天地返ししますね。お水はそんなに出てないけど、ちょっと出てる。拭いた方がいいような気もするけど。ちょっと今どうにもできない状態だから、まあいいや。クッキングシート変えるね。めんどくさかったらいいよ、変えなくても。この天地返しもしたくなかったらいいよ、めんどくさかったら。でも私はする。こんな状態、真ん中の方がどうも焦げるような感じだから、真ん中を外側に置こう。でやっぱそこの方が焦げてる。これもうちょっと注意しないと、もうすぐできそうだね。こんな感じ。でも私まだ食べたくない。7日目ぐらい、もう2日目ぐらいになったらと、中開けて食べてみた方がいいね。これもなんか結構水出てるから変えよう。こんなよね、まだまだ大丈夫。こっちは一緒炊きで IH でもないし、2週間やってね。だけどついでだから5日目だけど、水が結構出てそうな。下に敷くもんがないから敷いてないんだよね。クッキングペーパーは濡れてるよ、だから変えていいんじゃない。まあ1週間目ぐらいでいいんだけどね。こう変えるわ。でクッキングペーパーも、ね、結構手変えていいと思う。昨日ね8日目っちゅったけど、今日が8日目ニンニクね。ごめん、間違えて。うわー、いい感じになってきたね。これも焦げてきたね。ちょっと食べてみようか。ちょっとまだだな。もう1日置こう。明日9日目ね。もういいっちゃいいんだろうけど、私もう一日置いて、で火止めるわ。生臭みもだいぶなくなってるから、これあんまりやりすぎると焦げるかな。ような気もせんでもないけど、もう一日。
でも焦げそうだねこれね。やめるか、うん、難しい選択だね。焦げそうだよね。9日目、あ、8日目だよ。今日の夜止める。それまで置かせてください。そしたらもう8日で出来上がりみたいな感じかもね。色も全然違うもん。焦げてないしまだね。こんな感じでゆっくりの時間で長くやった方がいいと思うんで、だから大きな業務用だともっと長くやるんかもね。まあじっくり長くやった方がいいことはいいと思うけど、まあ我々はねいいじゃないですか。これは今日の夜は火止めるわ。で2、3日そのまま置いときます。で出来上がり、今日はニンニク。9日目だね。これはね、あの今日の朝切りましたよ。これこれこれね、食べてみるよ。こんな感じ。もうちょっとやってもいいのかな。少し焦げ目が、これちょっと食べたくないな。全部はいいっちゃいいんだけどさ、もう1日やるかな。焦げてるんだけど、しょうがないね。これ以上やると焦げすぎるよね。ちょっと私なんか不満なんだけど、いや、このままして置いとく。ちょっと手を拭きたい。ペッペッペッ、しょうがない。ちょっともうちょっとあのまま置いとくわ。うわー、すごい水出てる。これこっちは全然出ないけどね。同じニンニクだよ。こんなよ、こんなね。ちょっと食べてみても、あ、同じぐらいの感じだよね、これとね、うん、これはまだだな。食べられるっちゃ食べられるんだ、ね、まだやるよ。はい、黒ニンニク10日目ですね。ちょっとね、雨降ってるからカメラに当たりそうなんでごめんね。このぐらいでずいぶん焦げた感じになってきたね。早いね、これ。今回はちょっと食べてみる。まだなんちゅうか、ちょっと色はいいけど、ニンニクの臭みっちゅうか、うまみがもうちょっと出てきてるけど、まだだね。こっちはもう止めてるんだけど、見てみるね。こっちはもうすごいんだよ。ほら、真っ黒け。こんなだよ。これ食べてみるね。こっちの5号炊きの方ね。まあこの一升のよりは甘みがある。いいんじゃないでしょうか。いや、これは出来上がり。11日目ですね。もう5号炊きは終わったので片付けましたよ。9日目で終わって2日間熟成させましたから、こっちはまだよ。これね、私はまだやりたい。もうちょっと黒色にしたいもん。ちょっとまだね、青臭みがあるような気がする。まだやる。この炊飯器も早いね。だから炊飯器によってね結構違うね。でもう1目で朝止めました。もうどうもあまりにもちょっと焦げてきたので、もうちょっとこのまま置いとくんだけど、こんなになってきた。だからもうやめる。茶色いっちゃ茶色いんだけどな。真っ黒になってないの。ちょっと比べてみようか。9月だか10月作ったやつと随分違うでしょね。これ熟成したせいじゃないと思うんだよね。やっぱ2週間ぐらいやった方がいいのか。でも焦げてんだよな。ほら色が随分違うでしょ。こっちが半年前の、これが今回のやつね。置いとけばこうなるんかならんと思うな。前のやつの方が運動しそうだよね。だけどこんな焦げてきたんだもん。12日目の朝だけど、ちょっと待って、これも見てみようか。この焦げてるやつどう。これとこれは同じやつ。うんと焦げてるやつだけど、ほらこっちは真珠みたい。真珠っていうかピカピカ光ってんじゃんな。ね、ちょっと臭みがあるみたいな気するな。あ、やっぱ不満。もうちょっとやる私。でももう1日やるか。これジュクジュクっちゅうか真っ黒だって。色違うもん明らかに。これとこれじゃね、見て見て、ほらこれ真っ黒。本当に黒曜石みたいでしょ。でこっちは今回、これ半年目ですね。黒ニンニクのこの一升の方、電気をねつけたり消したりしてるんです。もうこんなに焦げてるからね。どれどれ、こんなか。だいぶ黒くなったね。でももう一日またちょこっとつけて、また後でちょこっとつけたりしつつ、明日まで固くなったから焼酎漬けにしたんです。ちょっと食べてみますね。だけど焼酎につけたらやおくなったんだって。うん、なんかでも美味しいね。これが固くなったんです。友達が一升のジャーで、これは12、3日ぐらいのやつね。でこれが完璧に2週間ですごくいいと思ってるやつ。これは師匠の友達が作った、まだ1週間でやめちゃったっていうやつ。色違うでしょ、随分ね。7日間、午後で7日やったやつね。これはね、これは午後で7日、
これはでも食べたらね、まあなんとか成立してた。これは今私がやってる一生じゃないやつ、これまだ青臭いからまだやりますという感じ。こんな感じですよね。はい、続いてまとめですね。この5号のやつはこれは早いですね、どうもね。それとね、一つ分かったのはこれ使った方がいいねっていうのが